はい、どうもこんにちは、ツインです。今日はですね、ガレージキットの紹介をしたいと思います。ガレージキットといってもですね、ほとんどの最近だとです、最近だとほとんどの人が、美少女フィギュア系ですかね。やっぱり女の子の、可愛い女の子の、フィギュアとかを想像する人が多いと思うんですけども、もともとはですね、結構こういう今回紹介するですね、怪獣系って言っていいのかな、怪獣系がね、割と走りだったりします。まあ当時ね、まあ、もちろんその美少女系とか、その萌え系とか、そういうのがね、言葉すらなかった時代なので、まあ致し方ないんですけど、まあその辺の歴史の話をね、しだすと、まあ、ちょっと時間がなくなってしまうので、まあ時間はいくらでもあるんですけども、まあちょっとまた次回、今度別の機会にしようと思うんですけども、今回はですね、ケロニアですね。ウルトラマンの第何話？何話だっけ？30何話だよね。31話かな。31話ぐらいですね。結構割と後の方に出てきた。怪獣って今言いましたけど、植物なんですよね、こいつね。まあ物語ね、まあどうでしょうね。知ってる人は知ってると思うんですけども、まあ、知らない人はどっかで動画で見てください。結構面白い話なんですけども。まあなので、なんで植物がなんかこんなね、人型をして歩いてるんだって話なんですけど、まあその辺置いといて、まあでもデザイン的にはね、すごく、なんだろうね、見て、かっこいい、あ、怪獣のかっこよさって怪獣のかっこよさってさ、醜いもの、醜いって言うとちょっと語弊があるのかもしれないけども、醜かったり、ちょっと怖かったり、グロテスクなほどなんかいいイメージがあるんですね、どうしてもデザイン的にね。まあもちろんまあ悪役という言い方が正しいかどうか分かりませんけども、まあそのウルトラマンという世界観では一応まあ敵役としてね、まあやられ役として出てくるんですけども、まあこれのですね、ご依頼をいただいたわけですよ。なかなかね、あれですよね、バンダイさんとかが出してるソフビ人形とかでもないラインナップですよね、ケロニアってね。まあ、あるかな、ある、ほら、バンダイさんがさ、子供向けに出してる、ソフビのね、色も塗ってあるソフビのおもちゃとかあるじゃないですか。あれには多分、ケロニアはなかった。昔あったかもしれない。今はないですよね。まあ、今はもうね、ゴモラとかね、あとなんかウルトラマンもね、いっぱいウルトラマンばっかり、なんとかウルトラマンだとか、なんとかとかいっぱい出てきてますけども。よいしょ。まあ、ちょっと、パーツチェックをしながら、タラタラと喋っていきますけども。まあ植物怪人違う、なんだろう、怪獣でもなければ怪人でもなければ、もちろん宇宙人でもない、まあ怪獣でいいのか。こういうなんか形容しがたいものを怪獣っていうのはすごくいい言葉ですよね。何を言ってるのかはね、わかんないですけど、まあ、一応パーツチェックをしようかと思います。これがここについて、こうついて、いや、パーツリストあるんですけどね、パーツリストはあるんですけど、これはどこにつくの ?2番、1番、3番、1番、2番、3番、これが番号が振ってないけど、これは1番ですね。1番。ここに1番が来るようになってて、2番どこ？まあ、後でインスト見ますけど、まあ、一応パーツ数は揃ってるようです。はい。まあ、インスト見ようか。OKOK。 よいしょ。インストが説明、まあ、こんなコピーのペラ1枚なんですけど、これはあれかな、コピーだよね。全8パーツ 1,2,3,4,5,6,7,8 パーツ、揃ってます。で、まあもちろん番号もあります。あ、なるほどね、ここに、あ、ここね、1番、2番、3番あるね。ある。1、2、3。で、4番が、ここの顔のところ、ここか。
ここにこう耳か、耳っぽい感じで作るんだね。うん、こんな感じ作りたいです。いやー、ですね、ガレージキットって本当にね、なんかいろんな種類があるんですけど、この怪獣ってね、やっぱり基本ではあるんですよね。で、まあ、よく話があるのに、話があるとか僕がよく話をすることがあって、プラモデルとガレージキットって決定的な違いがあるんですよね。まあ、もちろんその接着剤が普通のプラモ用の接着剤がくっつかないよとかってのがあるんですけど、その目的というかですね、意味合い的なもので決定的な違いがあって、プラモデルはですね、まあ、どんなに、まあ、時代が変わってもやっぱり組み立てるっていう楽しみが結構あるんですよ。なのでパーツ数が多いほどなんか楽しめるみたいなね、イメージを持ってる方もいらっしゃると思うんですよね。でもっと言えば、そのなんだろうな、パーツ込みで、そのなんていうかな、パーツを見るだけでも楽しいとか、そのパーツの数を、細かくすればするほどディティールが素晴らしいとか、でその組み立てる時も楽しいっていう、そのトータル的に組むことが楽しいっていうのがあるんですよ。でもガレージキットって、まあ、意外と忘れられがちなんですけども、まあ、組むことももちろん楽しいとは思うんですよ。でも見ていただいたら分かるように、これパーツ8パーツじゃないですか。全部で8パーツしかないんですよ。でもうあとですね、組むこと自体はそんなに、まあ、これもちろん洗浄して、パーティングラインがあったりするので、パーティングライン処理したりか、ゲートの処理をしたりして、でしっかり、まあ、軸を打って組み付けて、で合わせ目を消したりして、で塗装するんですけども、まあ、あとはですね、どんな風にこの今回であればケロニアの完成した時の表情だとか、表現だとかっていうのを突き詰めるかっていうところが楽しいわけですよ。そこの組み立てるところがメインなのか、組み立てるところはあくまでもその必要最低限、できればパーツなんて1個でいいぐらいの、可能であれば1個にしたいぐらいの勢いなんですよ、ガレージキットって。まあ、ちょっと最近はね、ちょっとプラモの、仕組みというか、その組み立てる楽しさみたいなものがちょっと間違った感じで入ってたりして、無駄にパーツ数が多くなってるなと思うんですけど、まあそれはまあ好き嫌いがねあるので、まあ、一概にいい悪いではないんですよ、もちろんね。でもガレージキットとプラモの大きな違いっていうのは、パーツ数、組み立てることに楽しみを得られるかどうかですね。だから逆に言うと、パーツ数が多くて、自分で組み立てる作業が多いっていうことは、プラモデルの方が組み立てによる造形の、それは造形に関する自分の思い入れだとか手の入れ方がのその幅があるってことなんですよ。で逆にガレージキットっていうのはパーツ数が少ないし、ある程度もこんなでっかいパーツ、ね、塊だったりするので、まあ正直これをプロポーション変更しようとか思わないわけですよ、当たり前ですけどね。でディティールもまあ多少もしその、まあ、今回のガレージキットね、このケロニアに関してはもう造形も素晴らしいディティールが入っているので、まあ本当に触ることがないんですけど、まあやっても多少ちょっとね、モールドが浅くなったところを掘り返すとか、その程度しかできないっていうか、まあやらないんですよね。なのでプラモデルはの方がやっぱり自由度は高いですよ。もちろん塗装での表現もね、プラモデルっていうのはできるので。なのでガレージキットっていうのは、その原型師さんの、なんだろうな、その思い入れをさらにこう昇華させるというか、そういうね、目的というか、そういう楽しみ方がするもんだと僕は思います。はい、まあいろんなね考え方があるので、これも僕のね、あ、この人はこういうふうに考えてんだなぐらいに思っていただければと思うんですけども、というわけで今回ねケロニアを組んでいこうと思います。まあこれ依頼品なんでね、早々にいつもねお待たせしすぎてしまっているので、とっととね、組んでいかなきゃいけないんですけど、まあ今から組んで、まあ制作始まればね、そんなには時間かからないと思うので、頑張って作っていこうかなと思います。うん、でまあもし機会があれば、この
今今回は、まあ、ガレージキットを紹介しつつガレージキットとプラモの違いみたいな話をしてるんですけども、まあ今後これをねじゃあどうやって塗っていったり組み立てたりするっていうのはですね、まあもし需要がありそうだったらあの動画にはしようかなと思ってます。まあ、もしよかったらコメント欄にね、あのこの作るところの続きの動画を見たいとかっていう方はですね、あのコメント欄にね見たいっつってね言っていただければなと思います。はい、というわけで、うん、まあいつも取り留めのない話をダラダラしてるだけの動画ですけれども、うん、こういうガレージキットとプラモってのは割とねあの似てるようで違うところが根本的にあるんですよね、うん、まあ最近のガレージキットはパーツ数が多くてあの大変です、まあ、美少女フィギュアとかね、あとメカモノですね、メカモノ、あのそれこそオーラバトラーダンバインのねとかオーラバトラー系のガレージキット、最近のウェーブさんから出てるあのサーバインとかね、それはねもうパーツ数とかねもうね本当にね、いやプラモじゃないんだからここ分割しなくていいよってついつい思っちゃいますね。はい、あちょっと愚痴になっちゃいましたね。はい、というわけで、こんな感じでガレージキットの方もですね、あのもちろん僕作ってます、あの依頼込みでね作ってますので、もしガレージキットなんかもしなんか作ってみてほしいなみたいな方はですね、ぜひあの依頼の方ももちろんお受けしてますので、依頼の方はですねツイッターの DM かもしくはホームページの、お問い合わせの方からの依頼のフォームがありますので、ぜひそちらの方で、依頼してみたいっていう方はですねぜひ、連絡をください。というわけで、よかったらいいねボタン押してください。あのどうかな、うん、まあ、いつもダラダラね話すだけなんでね、まあ、楽しんでください。あの僕の動画一人でも二人でも楽しんでいただける方がいれば続けていこうと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。ケロニアとかねなかなか懐かしいよね。